皆さんこんばんは。今日もとっても楽しいレッスンでした。いつも子どもたちは先生にいろんなことを話してくれます。運動会へも来てね、話してくれると嬉しいものです。子どもたちと同じ目線で楽しむこと、ピアノは弾けるととても楽しいです。興味のある曲を弾かせてあげることがピアノ大好きになるコツです。弾いてみたい曲、こんな曲が弾いてみたい、子どもたちの夢やリクエストに応えられるように日々いろんな曲にチャレンジしています。子どもたちは楽しい丸バツクイズ、しりとり、なぞなぞなどが大好きです。今日もドラえもんのドラえもん、夢を叶えてドラえもんの2曲お届けいたします。昨日も一昨日もとっても楽しいレッスンでした。ミュージック。